あ、おはようございます。岡山県倉敷の、三好自動車と申します。まあ、当店も、32年間の、営業をやってまして、一等法のショップでは、チューニングパーツか、パーツの販売とか、レーシングカーの作成、いろいろ、走行会、サーキットでの走行会だとか、そういう、イベント周り、それでは、お店の方の、紹介を、これからさせていただきます。よろしくお願いします。まず、お店の、構えとしては、こんな感じなんですけど、先ほども、レーシングカーもあるんですけど、こういったゴーカート関係も、もう30年近くやってます。787B のカウルが、なんとなくさりげなくこう飾ってあったりとか、リフトは3機ありまして、どういったチューニングカーでも対応できるようなシステムは組んでます。で、こちら側の、ゴーカート専用 の、 ブースになって、ここで、サービスのメンテナンス、こういった形でやっています。あと、こっち側のロータリーエンジンの、整備をやるところで、20B のハウジングだとか、13B のターボ仕様とか、昔今16X っていうマツダが出しているエンジンのベースになっているエンジンが向こうの 13A っていうロータリーエンジンです。通常の 13B よりは一回り大きくなってます、この高さがね。これがもともとの 12A RX3 っていう、車に搭載されているエンジンです。ここが、ロータリースペースですね。はい、どうぞ。こういった感じで、オートパーツとか、レーシングカートのパーツ、そういう、若干ですが一応並べて、お客さんに見てもらうということでやってます。レーシングスーツだとか、ヘルメットだとか、うちのオリジナルのトレーナーだとか、ブレーキ、レーシングブレーキとかコースとか、この辺に、若干ですけど置いてます。これが僕の愛車で、日本でいう陸王、アメリカでいうハーレーですわ。音はするものは何でもするっていうパターンでやってますんで、自転車以外は。ブルーの RX7 ももう10年近くはなるんですけど、タイムアタック号として、一応サーキットでボディ形状で GT300 の、レプリカの、ボディキットになってます。で、こっちが、今年作ったオートサロンに出品してたボディキットと同じ仕様で、タイムアタック号としてうちのデモカーとして、作ってます。これも、街乗り仕様で、お客さんに、こう楽しんでもらう、そういう、ちょっとこうおしゃれ感覚で乗れるっていう、街乗り仕様で作ってます。でこれが僕の愛用車で、これで岡山国際サーキットなんかも走ってます。これがその当時箱須賀の GTR の50連勝を阻止したっていうマツダサバンナー。これはアメリカの方でもかなり人気が高くて、これをエンジンをスワップして、ウィリーさせて走れる動画も見たことがありますし、ルマンのドライバー、マツダワークスの寺田洋次郎、あと、こういったら旧車ですよね。こういう旧車の方のレストアもやってますんで、はい、あとはもう中古車の販売とかをやってます。三好俊明です。よろしくお願いします。まずデモカー FD3S01344、 エンジンは三好自動車オリジナルのエンジンで、タービンはトラストタービン、グレティタービンラジエーター、グレティ、インタークーラーグレティで、仕様はもうウエストゲート馬力も、400馬力ぐらい出てます。ボディキットは、ロケットバニー、
フルキット、リップスポイラーもロケットバンニー、ホイールは SSR、 フォーミュラメッシュ、サスペンショングレティ、マフラーあるいは雨宮ツインドルフィンテールマフラー、ドルサツボムステッカー、これは、サブウーファー、シートはブリッド、ユーロスター2、ハンドルはモモ、ナビゲーション、三菱ダイヤトーン、コンピューターアペックスパワー FC、 OK ですか？ありがとうございます。すいません。まあそんな感じで、なんとかジャパンでやってます。よろしくお願いします。ありがとうございました。よっ。もう息子に感化されてヤシモータが年がいもなく。